はいゲームコレクターの酒館です。この配信はゲームコレクターの酒館が日々の活動やゲーム関連のニュースに対して思ったことを述べていく配信です。えー、皆様のコメントやアイテムが日々のコレクター活動の糧になるのでぜひよろしくお願いします。ということで酒館学院ゲームコレクター部スタートです。ということで、えー、と本日は、えー、と2019年7月8日ということで まずは本日の記念日ゲームとして1999年の7月8日に発売された「超発明ボーイカニパンえー、っと房総ロボットの謎」です。えー、っとまあドリームキャストのタイトルってことでねえー、っと1999年に発売されてるので、まあ、20周年という。 タイトルになります、まあ、正直言うと僕は別にこのアニメ見てたわけではないんですけどえっ、ー、とまあまあねあの放送日ぐらいのね情報だったらウィキペディアを信じてもまあいいと思うのでまあウィキペディアを見た感じだとねアニメ放送が終わってから発売されたタイトルということになるのかなというところでなかなかねこのゲームソフトの あこんばんばはですえっ、ー、となかなかねあの発売アニメの放送と発売日を合わせるっていうのは難しくて当然アニメが放送される前には当然そのアニメ関連のまあおもちゃなりまあゲームなりのこう権利をねいろいろとまあ取るような作業とかもあるんで、まあ、当然アニメが放送される前にそういうことは終わってるわけですけど でおもちゃとかの場合は割とこう短いタームで進むようなおもちゃであってもまあなんかねこうシール貼るとかねなんか過去にあるおもちゃの型を使ってこう作れれば結構スピードをよく作れるんですけどゲームソフトっていうのはさすがにこうねあの原作に忠実にとかね、まあ 絵素材使うとか以外にシステムも合わせるとかいろいろやっていくとやっぱり開発期間がかかるのでなかなかその短い期間で放送が終わってしまうと、まあ、なかなかねこのゲームがうまい具合に発売されないんで、まあ、バンナムさんとかね、まあ、特にバンダイさんの元々のタイトルなんかだとやっぱり発売日はやっぱアニメが盛り上がってる時期にしなきゃいけないけどこう。 監修なり色々なり作業とか、あとその時にどのぐらいアニメが進んでるかもしくは例えば「ジャンプ」なり「コロコロ」なりね、まあ、そういうところの原作がどこまで進んでるかによってはあの先がわからないので結末は原作と違うみたいなねアニメとも違うみたいになったりとかいろいろあるんですけどまあその辺はまあちょっと僕はアニメ見てないんでこれに関してはわかんないんで、そういう問題がいろいろあります。 とはいえ、なんかアニメの、はあれですね、発明ボーイカニパンがやった後で、超発明ボーイカニパンでやってて、約10ヶ月ぐらい、ん ?10 ヶ月ぐらいの放送なのかなまあ1年いかなかったみたいなんですけど、まあそう考えると、もしかしたら発明ボーイで作ってて、超つけたっていうような可能性も、まあないこともないですよね。まあその辺はちょっと想像の範囲です。で、まあ見ていくと、 まあ普通に超発明ボーイカニパンで、まあ、さゲームのタイトルとしてはここですよね。暴走ロボットの謎。でこれがロボットみたいですね。でまあキャラクター、まあ、アニメゲームなんで普通にキャラクターがボーンといるっていうところでわかりやすい、まあ、デザインパッケージ正面ということになります。でえー、っとまあ一応帯をつけるとまあこんな感じになります。 ので、えー、っと、ひらめきと発明のクリエイティブ RPG ということでね、まあ、ロールプレ、クリエイティブ RPG ってところが、まあ、発明的なところにクリエイティブがいって、で、まあ、ロールプレインゲームなんだなということで、まあ、この辺でいくと、その、その後のセガさんだと、何でしたっけ、3DS で、あの、お金稼ぐやつとか、いろいろね、ああいうとこも含めて、なんかこう、アニメ、 まあ原作がどっちか先かはよくわかんないけどとにかくこう RPG 系に流れていくっていうのは割とセガさんやるのかなという感じがしますでこっち側がねこうまあタイトルまあ漢字カタカナひらがなえっ、ー、とアルファベットと <laughs> まあ普通に日本語の縦書き表示表示なんだけどこっち側向けるとまああのこう無理やりローマ字読みですね 超発明ボーイカニパンまあサブタイトルは入んないんでまあこんな感じかなになってますで裏面えー、っとまあ大丈夫かなえー、っとここにねちゃんとフォーマットでクリエイティブ RPG って入ってるのがねいいですよねえー、っとアイテムを発明しながら物語を進めていくクリエイティブ RPG ってことでまあなんだろうここまで忠実にジャンル説明してくれるのも珍しいんですけど 物語を進めていくっていうのはちょっとなんか味気ないアニメ原作にしては味気ない感じがするんですけどまあカニパンという、まあ、アニメを、えーっとまあ、ストーリー表現をしながらしかもクリエイティブもやるという RPG だよっていうことですねで永久発明家を目指せ自分だけのロボットを作ろうっていう、まあ、この2つがね売りになってますで一応ねこれパッケージにはね全然 パッケージっていうか、この表に見える面には何の宣伝も書いてないんですけど、実のところ、で、ここに対応がね、メモリーバックアップはいいや、えっ、ー、と、ビジュアルメモリー対応、プルプルパック対応、ディスク1枚って書いてあるんですけども、あの、実はこのゲーム、本来、ここにアピールしなきゃいけないものが1個抜けてるんですよね。というのも、 まあ、ドリームキャストだと発売日より前に、あの、初めてゴジラっていうね、携帯ゲーム機が、ビジュアルメモリーの、あの、そのゲーム専用のソフトっていうのが出てるんですけども、まあ、それと同じように、カニパンに関しては、遊んできっと弟子弟子っていうのが、まあ、入ってるよっていうのを、あると、さらにみ逃げるよっていうのが、取説の最終ページに書いてあるんですけど、なぜかこのことが、あの、 パッケージっていうか表面には何も説明がされてないってことでまあなんでだろうというかうんちょっと不思議なんですよねやっぱりパッケージってそこで見て関連商品がわからないとこう一緒に買えないじゃないですかまあもしかしたら雑誌とか見たらねその情報が載ってたのかもしれないけどなんかちょっとちょっとあのこれは いろいろ調べていてあれって思ってしまいました。というところでえっ、ー、とさてえっ、ー、とウィス君、えー、と長期アニメが元で放送中に並行して出るようなタイトルの場合それはそれで話がものすごく 途そうなんですよね結局ストーリーに合わせてその今やってるストーリーに合わせてこう発売しようとするとどうしても結末をちゃんと作ってなかったりとかで多分あのなんだろうこの日曜の朝やってるようなあの戦隊ものなりあの仮面ライダーなり ジョージ系のやつなんで、あの辺は多分放送のサイクルが大体2月ぐらいで切り替わるようなサイクルができてるんであれは多分12月に盛り上がるような設定があって多分もうだ,だいぶ前からね仕組まれてるような気がするんで大丈夫なんですけど大抵のアニメってやっぱり放送時期が調子が悪いと終わったりとかねあとその連載続いてるやつだと連載に追いつかないような調整が入ったりとかいろいろ。 または連載もまだ終わって発売時期にまだ連載がそこもにそこに行きそうな連載がまだ終わってないとかねあると多分あのー、それでもゲームは作らなきゃいけないんで結果あのー、どうにもならずに別の結末が作られるっていうのは、まあ、あると思います。まな、あ、なかなかねそういういのは多分 開発会社もそういうこと言えないだろうし、まあ、メーカーもそういうこと言えないだろうし、みんなが何も言えずに苦しんでるっていうのは、まあ多分にあることだと思います。まあ多分業界あるあるじゃないかなと思います。えー、っと、で、次に、えー、っと、いつもの紹介している64のタイトルなんですけど、まあまだ1997年ですけども、今回は、 まああのニンテンー、まあ64ぐらいの時期だとまあ通販の後期ぐらいからかなあのニンテンタイトルっていうとまあニンテンドーと、まあ、レア社がなんとなくこう競ってるイメージがあって、まあ、スーパードンキーコングの登場によってこうレアーっていうところが結構任天堂のゲーム作ってるぞみたいな感じのが有名になりつつまあ64で 何をやってくるんだろうと思ったところに出てきたのがこの「リリー・コング・レーシング」でまああの単純比較をしちゃうとやっぱり「マリオ・カード」とね比較せざるを得ないで「スーパー・ドンキー・コング」に関してはマリオとやっぱりグラフィックの表現が違うというところでこう独自性があったけどあのそういう 3D だし まあ、レースだしってなるとちょっとこうなかなか厳しい戦いだったんじゃないかなというのが「ディーコングレーシング」僕のこれは僕の印象ですけどはいで「まあ、リディーコングレーシング」でねこれ「ドンキーコングレーシング」じゃないってところがやっぱりミソであの「マリオカート」に「ドンキーコング」出てるんですよねでこっちはこっちで「ディーコング」がまあ主役だと言ってまあ実際パッケージをこう見てみるとなんか まあ、リリコングは当然今でもスーパー・ドンキー・コングシリーズ出てるんであの分かるんですけど他のキャラって結構分からないキャラが多いんですよね。まあ、このパッケージ正面でいくとここにすごいちっちゃいところに、えー、っとなんだっけ盤上がいるんですよね。<laughs> まあ、バンジョーカズイもこの前「あのスマブラ参戦」とかも発表されてるんで、まあ、これから、まあ、にまた子供たちにも知られるキャラになっていくんだろうなというところがあるんですけども。 まあこの時代だと6四はこのあと盤上和イは2作出てたりするんですけどまあその後ねやっぱり AI 社と任天堂の関係でこうフェードアウトしていった歴史もあるのでまあちょっとあの今こう振り返ってもちょっと地味だけども表にもっと前にいる人たちはキャラクターたちはもっとわからないでまああえて言うとこのコンカーがね 僕の中では有名で64のタイトルソフト少なかったんでやっぱ海外の雑誌を当時いっぱい見てたんですけどそうするとね「コンカーズ・クエスト」なかったかなあのいきなりあの NN キューブのこの N のマークをなんかなんだっけな電の子かなんかで切っちゃうんですよねこいつが結構可愛い顔して悪いやつなんですよねでそういうアピールがあったんですけどこれ日本で出ないのかなと思ったら見事出なかったっていうね話がありますということで あのまあそれ以外のキャラクターは何のキャラって言われてもちょっと困っちゃうんですけど、まあ、そんな「DD コングレーシング」なんですが、まあ、見た感じこう飛んでたりするんですけど「あのまあ、マリオカート」もその後のシリーズで空飛んだり、まあ、まあ飛行機形態になったり、まあ、水の上走ったりとかしてるんですけど、まあ、それの先駆け的な存在ですよね。でまあそういうレースシーンのイメージがあって。 でまあ、任天堂のロゴの下にちゃんとレア社のロゴがあって、えー、っとあとはまあ1人から4人用、まあ、レーシングゲームって、ね、任天堂がわざわざ出すんだからまあ4人用があるとで、レーシングアドベンチャー、まあ、この辺がちょっとね独自,独自ジャンルなのかなで振動パック対応コントローラーパック対応、まあ、基本振動を使いますよねこの場合だと。 で横の面を見るとまあニンテンドーのタイトルなんでまあこんなこ N キューブこっち向いてんだけどリリー・コングのロゴはこっちだしまあレア社のロゴはこっち向きでニンテンドーもこっち向きとでそれに対してこっちはニンテンドーのロゴとこのフォーマットねニンテンドー64のフォーマットとリリー・コング・レーシングのロゴは横だけどでもレア社のこのマークは こうどう考えればいいんですかこれは <laughs>。あれ <laughs> これこっち向きでしょで、だからこうだから、一応、だからこうやるとやっぱ倒れちゃってて、こう向けないといけないっていうことで、まあ、この時からちょっともしかしたら任天堂とレア社の関係が <laughs>、まあいいや <laughs>。で、DJ コングのロゴはここがついてると。で、こういう色味なんで、この、 まあこの多分道路の色味に合わせてこの色になってますねで裏面で裏面がやっぱり任天堂のねこの時期のタイトルはしっかり説明が書いてあるとあでもここ「ディディコングレ c シングのロゴはここは英語表記のロゴなんですね珍しいですよねこういう使い方、えー、空や海や、えー、雪山がオイラたちのレース場ギディたちが乗り込むビーグルかっこ乗り物は 飛行機、ホバークラフト、レースカーの3種類。バラエティ豊かなコースを勝ち抜いて、乱暴者のウィズビックをやっつけろ。さあ、愉快でスピーディーな冒険の始まりだ。ということで、まあ、レースゲームだけども、レースゲームじゃないよというか、あ、加藤さん、こんばんはです。で、まあ、振動パックに完全対応っていうね、アピールがあると。うん。いや、やっぱり。 やっぱりちょっとキャラクター地味かな <laughs> とまあわかんない子供にはいいのかなと、うんまあ、僕もね当時誰選べばいいのかちょっと迷った印象がありますはいえー、っとエイトウィス君、えー、っとパッケージからトイズの会社関係が読める可能性が笑,笑い<笑>まあそうですねなんか <laughs> まあまあそれはこじつけでしかないんですけどなんかそういう楽しみ方もまあできるのかなというところですでえー、っとですねちょっとね今日も今日もちょっと今日はディスクシステムのゲームについてちょっと見ようかなおっとと思っていますえー、っといつも紹介 さらっとする、えーと。僕の電子書籍の、えー、とゲームコレクター、先巻ミステリー、そしてあれもいなくなったパッケージや取扱説明書から読み解く周辺機器誌。こちらの方からちょっと一、えー、個ちょっと読んでみますね。いやー、えっ、ー、とですね。えっ、ー、と。 今から読むのは、えっと、一応、この本の中の友達何人っていうタイトルをつけてるところからなんですけども、まあ3、3の1ってことで、えっと、ジャンプから参考へということで、えっと、任天堂のゲーム機というと、拡張性が高いこと,で有名ことが有名で、別にあ、何に使用されるかよくわからないけど、後々何かに活用できそうなコネクターがついていることがよくあります。 ファミリーコンピューターの場合は大変わかりやすいところにエキスパンドコネクターがあるためハイパーショットのような周辺機器を使ったゲームを楽しめるようになっています特殊な周辺機器が必要なゲームの場合は必ずエキスパンドコネクターを使う必要があるのですが普通の操作で事足りるゲームでは外付けの周辺機器を使う必要はありません それでも例えば、連射はコントローラーに任せたいと思ったら、連射機能のあるコントローラーを調達してエキスパンドコネクターにつなげれば、より快適なプレイを楽しめるようになります。まあ、要するに、ここで言いたいのは、僕がただ単にエキスパンドコネクターという言葉を、まあ、連発したかったってだけなんですけど、あのエキスパンドコネクタっていうのは、あのにえー、とファミコンの、えっ、ー、と、ノーマルなファミコンの本体の正面に向けると、 あの赤い蓋があってそこをパカッと取るとそこにこうピンが見えるんですけどそこにあのさコントローラーのなどの周辺機器を差し込んで使うことになってます、まあ、ファミリーベーシックのねあのキーボードとかまあそれ以外にもまあハイパーショットねここにも書いてハイパーショットとかはそこに接続するんですけどまあとにかくあの十字ボタンとね AB ボタンのある通常のあのコントローラー以外で操作したい場合にはあの大体の場合あの カラオケスタジオのマイク以外の周辺機器系ではほとんど活用することになる、まあ、あの接続部分です。で、えー、それえー、とでお金を払えばそれなりに快適なコントローラーを購入することができるけど付属のコントローラーであっても快適に遊ぶこともができた時代に3人同時プレイができるモエロツインビーシナモン博士を机が登場しました。 ということであの、エキスパンドコネクタを使うっていうのは基本的には例えば自分がねファミコンを持ってる本人だとしたらあの1人プレイでで快適にに遊ぶ度に周辺を買うわけですよ。だからエキスパンドコネクタにつけた周辺地器というのは基本的には自分がワンコンで1人で遊ぶ時に使うっていうのが。 大体いい当時の,あの初期のファミコンの時にはそういう使い方はされるのが当たり前だったんですけどもそこがこの「燃えろツインビー」というタイトルではまあこうですね燃えろツインビーというタイトルではあの3人プレイができるっていうのが売りだったんですけどまあ当時のパッケージなんで,でディスクシステムって実は何の情報もないんですよね。<laughs> なのでここに書いてなければそんな情報は分かんないんですけどまあここに関してはあのファミコンではツインビー2作目なんでまあディスクシステムでは1作目なんだけどまあこう3機いるからまあ3人で遊べるだろうはて3人プレってどうやって遊ぶんだろうってこう思ってしまうのがこのモエロツインビーのあのなんだう買う前の疑問ですよね。ってことでまあディスクシステムというのは実はこのケース以外に まあ、出すとこういう風な感じで、まあ、本当はこれピンクの紙が入ってるんだけど、ちょっとこれ抜けてますね。まあ、あの、基本的にはパッケージと取説ゲームソフトディスクと取説という構成になってます。で、この取説なんですけども、パーッと見ていくと、えー、っと、この遊び方っていうページで、で、ちゃんとここにね、絵柄がね、こうか。 こ,こ,にこの時々ファミコン的なキャ,キャラクターがねここがエキスパンドコネクターだよって言ってこう指さしてるわけですよ、まあ、要するにここなんですけどでこれ遊び方の説明のところをちょっと,、えー、と読んでみるとこのゲームは1プレイヤーの時は1コントローラーツインビーを使い2プレイヤーズの時はワンツーコントローラーツインビーウィンビー 3, 3プレイヤーズの時は えとワンツーコントローラーとファミリーコンピュータ本体のエキスパンドコネクタに市販の外部コントローラーを差し込んで、うん、ツインビー、ウィンビー、グインビーあ使います。また一人プレイヤーの時にあ、まあいいやこれは、えー、とそういう感じであのテキスト説明でしっかりとこう遊び方が書かれてるんですね。で、まあ要は、まあ、さっきも言った通り 1>, 1人プレイの時用に自分が遊びやすいように例えばね連写機能があるやつとかレバータイプのコントローラーをこう用意してるけどあの3人プレイで遊ぶ時にはその特殊なコントローラーを使うためになんか「俺ワンコーン」ってこう言えないっていうあのできれば僕あのその3コン使いたいんだけどみたいなようなあの不思議な現象が起こるのがこの「モエロツインビー」。 まあ別にあの友達にコントローラー譲ってもいいんだけどなんかそういうようなちょっっとと心理的にどちちで遊ぶか迷うところがありましたでちなみにこれ3人っていうのはまあ,あ環境として分かるとは思うんですけども今度はここにディスクシステムのファミコン初の最大4人同時プレイっていうね売りにした「えー、っと爆投手パットン君っていうゲームがあるんですよ。 まあこれもディスクシステムなんであの当然ながらこうこれしかないんですけど要はあのまあそれでもここにねちゃんとこうファミコン初の最大4人同時プレイっていう風にね書いてるところがあのしっかりとしたアピールポイントなんですけどもそうすると今度この4人プレイってどうやるんだろうってなるじゃないですか。ででこれがですねまあ 取扱説明書、まあ、こういうタイプで、実はこういうケースタイプになってて、こ折り込んだ説明書が入ってるんですけど、これをね、まあ、結構でかいんですよ。こんな広く、大きくなるんですけど、これを見るとですね、こうこうゲームの4大特徴ってところに、まあ、見えるかな、まあ、こんな感じで説明がある中で、えー、っと、 ファ,ミリーファミコン初の4人同時プレイ。敵はコンピューターではない。対戦相手は君のょ友達や兄弟だ。自らの腕を競い合おうかっこ。ただし4人プレイは2台目の接続できるジョイスティックが必要です。友達同士で持ち寄れば簡単にできるよってことで、普通にコントローラー用意するだけじゃなくて、このエキスパンドコマ エキスパンドコネクタでこうつないでさらにこのコントローラーにもそのエキスパンドコネクタの,その接続部分がないとつなげないっていうね感じになって,てまあこれで4人プレイができるでただ当時の最初の頃のファミコンのコントローラーって結構あのレバータイプとかねファミコンファミリーキングとかかなまあいろいろあるんですけどあの辺って実は。 このの接続ががエキスパンドココネネククーーじゃなくて特殊コネクタの場合があったんですよ、まあ、まあ具体的にはどの辺のやつを言えばいいかっていうと例えば数ハミとかに出てるリーサルエンフォーサーなんかの10のコントローラーってあれ1コンと2コンの接続が特殊接続部分なんですけどそういうふうにしてて2コン用のコントローラーっていうのがなぜか発売されててそれを買わないと2コンが使えない 通がのレバータイプ使えないみたいになってて、すごいお金がかかるようになってたんですけど、まあ、た、ま、ぶ、あ、それでもこのジュズつなぎタイプはいけたと思うんですけども、まあそんな感じで、あの、なんだろう、ファミコン時代のマルチプレイっていうのはそういう無茶をしてました。<laughs> はい、でちなみに、この呪術、呪術つなぎプレイはに関しては、えー、っと、この、 ゲームコレクター、サッカーミステリー、そしてあれもいなくなったの中の今の、えっ、ー、と、燃えろツインビーのことを、ね、書いた次の章で書いてるんですけど、次のページで書いてるんですけど、実のところ、このファミコン初の4人同時プレイは、このゲームじゃなくて違うゲームがありましたってことをあの紹介してます。逆かな オチであの実はこういうのあったよってこっちを触れてたような気がするんだけどまあそんな感じであのまあファミコン初のって書いてるけど発売日調べてみると実はその前に4人同時プレイ実現できてたんだよねごめんっていうようなことが、まあ、ありましたとはいまあその辺はでもまあちょっと調べればわかることかなというような気もします、まあ、ちょっとあの ちょっと自慢できるかあのそもそもそんなゲーム知らねえよって言われるような豆知識でした。えー、っとウィス君えー、っと貴重なグインビーの活躍するタイトルですね。うんそうですねグインビーってその後のツインビー系のゲームでは割とこの扱いがあのー、なんだろうこうあんまりね乗り物として出なかったりっていうかあの あれですよね、擬人化とか人間が乗り込むような感じの説明になってからだともうまあそれほどもう活躍の場がなくなっていったかなとまあどっちかというとそのラジオドラマとかねあの辺の流れになった時にはねちょっとまあキャラクターという位置づけなのかなという気がします、えー、と活躍というか操作可能なですね活躍は一応他でもしてましたそうですねそういうところですねうん まあ結局なんかツインビーも、まあ、ツインビーはなんだかんだファミコンのあとスーファミとかゲームボーイぐらいまでは行ったけどなんとなくその後はキャラクターあまあアクションゲームとかあったけどキャラクターの方向にいっちゃってなんとなく自然消滅してた感じなのかなまあ懐かしいタイトルとしてこう振り返りであの ケージングされる時にはね入ってはいるけどうんどっちかというとグラディウスの方がその辺長生きしたけどどちらにしてもパロディウスの中のねあのパロディウスでベルが出てくる辺りの方のインパクトがこうあれ元ネタツインビーだよっていうような感じのまあ言い方をするのが妥当というかなんかそっちに流れてっちゃった感じですかねうん。 まあまあ、そんな感じでそんな見方で、まあ「燃えろツインビー」とかあの「パットンくん」とかをちょっと話してみました。というところで本日の配信は終わりになりますがこの配信はゲームコレクターの酒缶が日々の活動やゲーム関連のニュースに対して思ったことを述べていく配信です。 皆様のコメントやアイテムが日々のコレクター活動の糧になるのでぜひよろしくお願いしますコメントやアイテムで生配信に参加できるのがふわっち過去の配信を確認できるのが youtube になりますほぼ毎日大体深夜1時にふわっちにて約30分の生配信をしてますのでフォローをよろしくお願いしますあもうなんですよはい <laughs> まあ、そうですね、まあ明日も同じぐらいの時間にやるのではないかと思います。といった感じで、そうですね、まあ、まあ、そうね、今日はあんまりニュースの説明とかをしなかったんですけども、まあ、日によっていろいろ変わりますが、あの、ぜひ明日以降もよろしくお願いします。というと